こんにちは。アマゾンシスサポーター、堀秀夫です。ホリデーシーズンの納品は早めに。12月26日、ボクシングデー。2023年のホリ,ホリデーシーズンは11月24日のブラックフライデー。第4木曜日の次の日。この日から始まります。オーストラーアマゾンが一番盛り上がるのは12月26日のボクシングデーです。 アメリカアマゾンへの納品は10月26日までに到着するように送ってください。10月中は FBA 在庫リミットが6ヶ月分にリミットアップされています。11月12月は購入者への商品発送が優先で販売者が送った商品の受け入れは後回しにされます。これは Amazon からのメールの翻訳です。ホリデーシーズンイベント前の10月26日までに FBA と MCF の在庫を送付してくださいと。これでイベントの10月26日までに送ってくださいっていうね、早めに送んないと、まあ、要は受け入れができなくて、これでシーズン逃しちゃうかもしれませんよという、まあ、脅しというかね、最速の連絡です。これでシーズン中のフリーフメントセンターの運営管理方法により、 ほとんどの販売者は10月の推定処理能力制限が増加し、11月の推定処理能力が、能力制限が低下すると予測されます。これ直訳なんでね、えー、10月になると FBA にたくさん送れますよと。で11月はね、えー、あまり遅れないように在庫を減らすこともありますと。で11月の、えー、推定販売、月間販売個数、その6ヶ月分。 だから、通常の月の6ヶ月分じゃなくて、11月、ブラックフライデーで売り上げが伸びる時の6ヶ月分ですからね、もしかしたら10ヶ月分ぐらいの在庫制限、在庫ストレージが提供されると。毎年ホリデーシーズンはね、もっと在庫を送っておけばよかったという意見を聞きます。利益が取れて、売れ残りのリスクが少ない商品は、半年分の在庫を送っておきましょう。 場合によってはもっと送っていい場合もあります。個別サポートの会員さんは具体的な納品数をアドバイスします。お気軽にご相談ください。ちなみにこれはアメリカアマゾンのセラー向けのメールですけど、オーストラリアの本番はね、12月に入ってからですが、売りすい商品は販売機会を逃さないために早めに発送しましょう。オーストラリアの場合ね、輸送のキャパとかね、 えー、オーストラリアでその荷物関係の仕事をしている人がね、ホ、えー、リティ施設に入っちゃったり、早めに休暇取っちゃったりすると、えー、通関が遅れるとか、ね、輸送が遅れるとか、あるいは、ね、受け入れが遅れるってことは十分予想できますんで、売れて利益が取れてね、えー、販売期間を逃したらもったいないというような商品はね、えー、十分な量を送っておくことをお勧めします。まあ、その販売個数等についてはね。 個別サポートの会員さんは具体的にアドバイスしてますので、お気軽にご相談ください。で納品管理、納品数の管理がうまくできていない会員さんでね、個別サポートにアップグレードしていない会員さんは、この販売期間を逃さない、あるいはね、余分な在庫を送りすぎてね、見込み違いで在庫が値崩れしちゃうというようなことになると、まあ、サポート費用以上の損害が あると思いますので、納品個数とかね、在庫個数数に自信がない会員さんは、まあ、アップグレードを検討されてはいかがでしょうか。そちらのご相談もお待ちしてます。アマゾン S サポーター、堀秀夫でした。